伊達総工から1898年2月9日は、江戸時代末期の奇襲藩士、明治時代初期の官僚。奇襲伊達家当主で、武奥宗光の義兄にあたる。奇襲藩士、成田康右衛門の逸尾で、通称は五郎。同じ奇襲藩士で、国学者としても名高かった、伊達千尋の養子師となるが、藩政改革を唱える、和歌山派の中心人物であった千尋は、 対立していた江戸派の水野忠中が藩の実権を握ると捉えられ遊兵された。1861年、放免された千尋より家督を譲られるが、1863年1月に千尋と共に脱藩、上落し、中川の宮に仕えて、尊能上位の志士となった。後に、議定の宗光も、宗教を頼って中川の宮に仕えることになる。 1864年に起還し、翌年遊兵された。1867年になって放免される。維新後、総教は和歌山藩の失政、ついで藩県第三次となり、ついで1872年12月から広島県三次に転じて、1873年8月には、同県御令に昇格、1875年1月までの2年半、在任した。 墓所は、京都、六音寺にある。宗教が、京の広島県知事に相当する、道県三寺、権礼に在任していた時期は、それまで、広島城内に置かれていた県庁が、広島賃貸の拡充により、城外の国体寺に移転を余儀なくされるなど、所在地が定まらない状況であった。このため彼は、1873年3月29日、大倉省に、 県庁設立伺いを出し、県庁を広島から尾道に移転し、三木県と解消することを定義した。しかし、当時、同省の幹部であった前島ひそかは、尾道の道幅が狭いことや、また県庁所在地を緑に変更するべきではないことを根拠に彼の提案に反対したため、実現しなかった。また、同年12月24日、 その2年前の解放令に橋を発した創上について、被差別ブラック民が事故の歩道を忘れたのが総論の原因なので、身の程を帰り身分原を守るよう求める霊達を新平民に向けて出した。新旧の差別をなくすよう求めた大乗官布告の趣旨に反するものであった。ありがとうございます。